神の名を語りし女王、天より舞い降りて終焉を告げる。人としての名を失った K423 は空の律者だ。私こそが崩壊だ。 K423 には第二律者シーリンの遺伝子が入っている。僕の綿密な計画のもと、ここに覚醒したよ。通常攻撃は悪空の矛を召喚し目標を貫通するとともに、空間のコアを爆破させ範囲ダメージを与える。律者エネルギーは K423 だけの力だ。パチンと指を鳴らせば召喚された力は空間をも破壊する。律者エネルギーは通常攻撃で貯められる。必殺技なら大量に貯まるぞ。律者エネルギーが十分にあるとき、攻撃ボタン長押しで目標エリアに1回大量の物理ダメージを与え、目標を抗菌できる。その後 K423 は完全形態である律者形態に入る。律者形態は律者エネルギーを消費し続ける。与える全ダメージ大幅アップ。悪空の矛の最後の一撃は敵を攻撃の中心に吸い寄せる。律者形態時、攻撃中高速移動ができる。これで攻撃のリズムを保ちながら危険を回避できるわけだ。回避スキルを発動すると、その場に時空静止エリアが生成される。移送残像で敵をかすめても敵を静止エリアに抗菌できるぞ。QTE は敵が時空減速または破順した時に出場すると発動するよ。範囲内の敵に大量の物理ダメージを与え、一定時間自身の攻撃速度をアップする。今こそ裁きの時。虚数空間と現実の壁を引き裂き、怒りの炎で目の前の一切を洗い流せ。虚空の力を召喚し、前方広範囲の敵に甚大な物理ダメージを与える。敵を浮遊状態にもできるぞ。攻撃後生き残った敵は時空ロックされる。言葉だけでは味気ない。共に女王の破滅の舞を見ようではないか。まずは通常攻撃で律者エネルギーを貯めていく。回避で守りが薄い背後に回って集中砲火だ。律者エネルギーが貯まったらパチンと指を鳴らせば、女王は律者形態となり圧倒的な力を見せつける。女王は君たちの拙い演技に飽きたそうだ。轟きの中に滅ぶがいい。神の前では服従か死しかない。律者だろうと僕の偉大なる計画の駒に過ぎないよ。